こんにちは、マサです。先週、埼玉県の蕨駅でクルド人がデモをやって、そこで日本人死ねえとか言ったとか言わないとか話題になってますよね。私は埼玉県の大宮っていうところに住んでるんですけど、びから20分なんですよね、電車で。でも、1、2回しか行ったことないです。 大阪府民が西成はこういうところだなってわかってるように埼玉県人もわらびってこういうところだなってわかっていると思います私は昔から知ってました去年わらびで撮影してそれを動画にしたんですけどこの時10年ぶりぐらいに行きましたわらび駅からすぐ近くに 大きな団地があるんですけど、その周りはほとんど外国人のお店です。先日、北海道のニセコに行ったんですけど、ニセコもこんな感じでした。看板も英語だし、そして、今日は閉まってますよっていう張り紙も英語でした。クローズ、なんとかなんとかって英語で書いてありました。結局これが自民党や 維新の会が進めている新自由主義でありグローバリズムっていうもんなんですジョン・レノンが言ってるような国境なんてないんだよ国境なくしてみんなで仲良く暮らしましょうっていうのは無理なんですよイマジン想像してごらんって言われても日本人しねえって言われたら想像できませんよねですから 結局自民党がやっているグローバリズム移民政策をやっていると地域の凝集性つながりが下がっていくんですそうなるとどうなるかというと治安が悪くくなっていくんです。去年蕨の郵便局に強盗が入って人質を取りましたけどこれも無関係ではないんですよ 地域の業集性、つながりが下がってるからです。治安が悪くなっちゃうんですよ。逆に、ナショナリズムが強くなると、業集性が高くなりますから、国民の生活は安定し、豊かになるんです。今の日本は逆ですよね。国民の税金だけが高くなって、企業は減税です。そして、移民も推進と。 そして大阪府立大学では英語を公用語にするって言ってますよね究極のグローバリズムでありここまで来たら反逆罪ですよねもうここまで来ちゃってるんですそして次はアメリカみたいに不法移民や普通の移民に投票権を与えて民主党に投票させるとかねこうなってくるんです 日本人は毎年80万人減少してますから、その代わりに外国人がどん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 入ってますよね。ですから、結果的にこうなるんですよ。ですから、本当グローバリズムって怖いもので、血が通ってないんですよ。社会を機械のように捉えてますから、亡くなったら入れ替えればいいやって、そう思ってるんですよ。 これを社会機械説って言うんです。グローバリズムがまさにそうです。逆にナショナリズムは社会を生き物みたいに捉えてるんです。これを社会有機体説って言うんです。糖尿病で足が壊死しましたってなった場合、足が悪いわけじゃないですよね。糖の代謝なんかができなくなった結果、たまたま 足に出ているだけですさっき言ったように「わらびの郵便局に強盗が入りました」「逮捕しました」「ちゃんちゃん」じゃないんですよ。社会の凝集性が下がったからこうなったわけで社会の凝集性を上げていかないといけないんですよ。そのために教育っていうのがあるんですけどその教育もグローバリズムに やらそりゃね日本人が悪いお前が悪いんだって言われていればナショナリズムは高まりませんし業集性だって高まりませんよねもうねはっきり言って手遅れなんですけどこれからは個人個人でどうやって生き残るかよく考えた方がいいと思いますでは以上ですご視聴ありがとうございました